で、これかな、うん、でもなんか他にもあるんじゃない、うん、なんかさ、こういうのもかっこいい、あ、そうそう、かっこいい、それ壺なんですよね。子どもたちが手にしているのはおよそ2000年前に作られた本物の土器のかけらです。弥生時代の集落の遺跡、朝日遺跡から出土しました。今日行われたのは、土器の模様を紙に写し取る拓本を作るイベント。まずは土がついた土器のかけらを10分ほどかけて丁寧に洗っていきます。弥生時はね、柔らかいんですよね。だからこすりをこすっちゃダメ。洗い終えたら紙をかぶせ、その上からインクで色をつけて模様を写し取り、カードにしたら完成です。出来栄えは綺麗にできました。穴が開いているところとこのシマシマ模様、すごいなぁ。